はい、皆さんこんにちは、高木です、先日動画でね、徳龍の件動画に上げましたけども、内田理子容疑者の元彼が暴力団、そして16歳の未成年の女子は今現在も暴力団と付き合っているというね、情報が入っております。ということはね、どういうことか分かりますよね。それで、私の動画を上げた後にですね、いろんな輩が湧いてきてですね、それは関係ないとか、関係あるわけないだろうとか、それだけで、早とちりしすぎだっていう声があるんですけども、私はね、ちゃんと調べ上げてね、動画にしてますので、もう一個とんでもないこと言いますよ。先日ね、報道でその徳龍の逮捕メンバーね、名前が挙がってたのは一人だけだったんですけど、荻原っていうね、暴力団でしたけども、その中にですね、女子18歳女子がいたと思うんですよ、はい、でその18歳女子は内田理子と TikTok に映ってますよ。関係ないわけないでしょう。関係あるでしょう。でその荻原っていう暴力団と、その内田理子の元彼、あとは16歳の彼、同じ組でしょ関係ないですか。関係ないって言えるのかな。ああ、なるほどね、つまりそういうことですよ。警察がどこまでね掴んでいるかわからないですけども、今ね逮捕者が多数出てますので、これがいい方向に行けばいいんですが、ちょっとね間違った方向に行くようだったら動画ね出していく必要があるかと思います。私もね捜査の邪魔をするつもりはないので、タイミングを見てね動画発信してます。先に動画をアップしてね捜査が行き詰まってしまうようなことはしたくありませんので、はい、では引き続きよろしくお願いします。じゃあね。